なんと皆さん、今日の23時から忍耐が来るんですよね。で、私は忍耐のゲームを予想したね、こんな感じです。まず、ゼルダパーティーだね。なかなか結構ゼルダって割とシリアスな展開というか、暗いムードじゃないけど、そういうのが多いじゃないですか。だからここでなんか Wii パーティーみたいな感じで、ゼルダパーティーあってもいいのかなと思って。だからこう、なんかスゴロクみたいな感じ、マリオパーティーみたいな感じだよね。で、ガノンドルフのターンとかになって。まあ、ガノンドルフは、遅刻で一回休みとか、まあ、そういう世界のゼルダもあっていいのかなと思って。で、次、言わすもんかな。スイッチパーティーだね。まあ、スイッチパーティーもね、あっていいのかなと思って、Wii パーティーとか Wii パーティー U、あんだけ人気だったじゃないですか。まあ、だからこれはあっていいのかなと思って。次、ドンキーコング新作。まあ、これはなんで出るかっていうと、なんか昔ね、よく言われてるんだけど、ドンキーコングのあれをあったんだよね。その、なんかゲームを作るから、スタッフを募集してたんだよね。で、そのゲームが未だに出てないっていうのと、今年あれなんだよね、 USJ にドンキーコングのスタジオっていうかなんか場所ができるんだよね。だからそれに合わせて任天堂さんのゲームを作んない手はないなっていうことで、まあこれはドンキーコング新作で、次マリオのアプリ、これは君がただやりたいだけだね。まあ多分出ないでしょうみたいな。で、次トモコレ、いやトモコレはねガチで出てほしいね。トモコレを望んでるユーザーは多いし、任天堂パク焼けちゃった。で、任天堂さんは結構我々の意見を叶えてくれるはずだから、なんかいろんなね、今そういうなんていうの、男の子が男の子を好きみたいなのあるかもしれないけど、まあ、それをねやってくれるのが任天堂。次ホラーゲー、いやホラーゲーはね基本どの世界のゲーム怖い。ただ任天堂さんがなんかちょっとホラーゲーでもなんかふんわりしたホラーゲーっていうわけじゃないけど、私みたいにホラーゲー苦手でもお化けがテルさんみたいな感じで、ちょっと子供にも優しいホラーゲーみたいな、もう他のゲームのホラーゲー怖すぎるから、まあ、そういうのもやってほしいなっていうのでホラーゲーです。で、次期待症ゲーム、これあれだね、私なんかおードラゴンボールのゲームやった時あったんだけど、なんか弱い人1人じゃなく7人と強い人1人みたいな、で鬼ごっこゲームみたいな感じで、これをマリオに例えると、まあ、クッパ1人と、あ悪くないね、良い非対称ゲーム。これはね、なんかそのオバケードルっていうゲームもあるんだけど、なんか鬼1人と逃げる人3人みたいな、だからクッパが鬼で逃げる人はもうノコノコカロンクリボーパタパタみたいな感じで、まあ、そんな感じでね、逃げてクッパが追うとか、ちょっと強いキャラがその、ね、脇役たちを追うみたいな、脇役って言うと失礼なんで、追うみたいな、そういう非対称ゲームもあっていいのかなっていう、まあこれはおそらく来ないで、私のガッ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 願望なんだけど、危ねえミオちゃんの、これが私に当たるとこだった。で、ポケモンのね、ZA だね。まあこれは来年、その発売するって決まってるんで、まあその情報はチラッと出るかなっていう、まあこんな感じかなっていう感じで、マリオの新作とかも来てほしいんだけど、マリオの新作ってあれなんだよね。確か来年がね、マリオの、あれなんですよ。40周年なんだよね。まあだからそこで来ると思うから、まあ、その情報が公開されるかなっていうのはあるかもしれないけど、まあ来年は絶対マリオの新作が出るなと思って。マリオ35って知ってます？それがね、マリオ2020年なんだよね。マリオ35周年で、いやミオちゃんずっとその、いやミオちゃん私抜くわ、いいよ私。マリオ35も4年前ってやばいよね。だから40周年もかけてね、なんかそこでマリオ40って出てもね、ちょっと35から、うーわそうだ、これ電気あっても、てか1、明らかに早すぎない。まあそんな感じかなっていう感じは、わちき。いや、みんな出てほしいのある。わちきね、よくドラマに動画で言うのが、アッキー1位だねいうのが、なんかその、協力、コンピューターは1人で、こっちが複数で協力するバトルしたいなって、日本語言ったくさんね。まあ簡単に言うと、まあモンスターハンターみたいなゲームだね。モンハンってその、あれじゃないですか。強大な敵一人で、まあ、マルチでも戦えるみたいな、まあ、そういう感じだと思うんで、まあ、そういう感じのゲームで出てほしいなと思って。こっちはその人とマルチプレイできて、相手はコンピューターでっかいやつ一人みたいな、まあ、巨大な敵をみんなで倒すみたいな、そういう感じのゲームは私やりたくて、やっぱコンピューターと私根っからのねコンピューターっ子だからね、コンピューターと戦い欲があるんですよね私の中で。他で言うとポケモンのあれとかもそうだよね。ポケモンのテラスタルだっけ、あれとかもそのでっかいテラスタル1体に対してポケモンこっち側4人で組んでみたいな、まあ、ソロでもできてマルチでもできるゲームがいいなと思って。まあこのアチキも願望だね。いいぞ、わアチキうまい、うわこの唐揚げくんとアッキーやっつけたきたいな。お前ら争え争え、強者同士争え、漁夫の利選う、うわ唐揚げくんとアッキーがマジでアッキー唐揚げくんバリバリ食べてそう、早くやお前ら勝負やれって。このアチキ攻めるわ、唐揚げくんとアッキー処理する、ローソンを同時に処理をする男、シューゲームズ。いいぞローソンの店員、アッキーを処理した。完璧だ、これ、私。うわ、待って、それはないじゃん。うわ。うわ。ひどいよ、ひどいよ。6位になっちゃった。